無限に広がる大宇宙、壮大な愛とロマンが今熱い感動を。ん？待て、ちょっと待て、違うだろうって。聞いたような音楽が流れているが、もちろんこのビデオはあの作品でもないんだ。そう、結城まさみ原作オリジナルビデオアニメーション、アッセンブルインサートとのコンタクト、題してザ・ビギニング。いきなり出てきたこのおじさんたちは、悪の秘密組織デモンシードから東京の平和を守る特殊工作家の面々。その切り札、正義のスーパーアイドルに合格したのが怪力だけが取り柄の波風マロンというわけだ。このユニークなキャラクターたちの生みの親、結城まさみと監督の友吹亜美に話を聞いてみよう。聞き手は音楽の田中康平。ではどうぞ。まずアッセンブルインサートのこのこれを作ったいきさつなんていうのはちょっと監督聞かせてもらえますか。そうですね、うん、要するに僕が入ることになったのは、うん、初めにもう企画が出てたと、結城さんなんかとね、あ、本当した時に、うん、でちょうど手が空いてるからやらせようみたいな感じで、ね、あ、本当、まあ、じゃあ結城さんの方の先に話がこっちはもうできてたんだ。そうだね、まあそんな感じだと思うんだけどね、うん、結城さんどういう感じで一番最初、あのこれやっぱアニメした方が一番映えると思った。あのパトレーバーとかいろいろ究極超人 R とかあるけども、その中でもうアニメしやすいんじゃないかなと思いましたけどね。もともとはそんなあの、うん、漫画をね、アニメ化するっていうのは、うん、あのそんなに大賛成じゃないんですけどね、うん、なんかいつもそういう感じですもんね、ね、もっと、うん、まあだから要するに手始めっていう感じだもんね。埼玉県から来た波風マロン、中3です。私が応募したんじゃなくて、あのお母さん、母とお姉、姉が、私が知らないうちに、やっぱりひろこちゃんを使うようになったっていうことはやっぱりなんかあるんですか、その辺。いや、あのだからね、うん、アニメにしようかなって気になったのは、うん、ひろこちゃん知ってからなんですよ。お、ほんと。要するに、うん、あの究極超人 R でイメージアルバム作って、うん、ひろこちゃんとね、うんうん、あの、の声聞いてね、うん、でしょ。である日ふとこう考えてまして、うん、これマロンの声はひろこちゃんがいいなっていうのがこう出た途端 に、うんうん、ね、うん、あのアッセンブルはできるかもしれないよんという、うね、正しい、要するにアニメというか正しい、なんていうんですか、うん、ドタバタものというか、もう何でも、もう BG も正しいものだし、本当にね、もうこれ以上、いやこれ以上本当に言わない方がいいかな。ね、あとなんか最後に結城先生が一言なんかありますか。いや、なんですか、うん、木をてらったところあんまりない、本当人も死なない。割とオーソドックスな出来になってるんで、うん、これは安心して見られます。安心して見られます。もう皆さん安心して見てください。2歳の子供から3歳の子供からもうお父さんお母さんまで、おじいちゃんまで、おじいちゃんおばあちゃんまで、おじいちゃんおばあちゃんまで、ひいおじいちゃんまで、皆さん見れると、見れると思います。そういうものであります。はい、そういう感じです。どうも。